2016年6月1日、韓国世界日報は、年間300万人の外国人が訪れる韓国のチェジュ島で、外国人犯罪が急増していると報じた。外国人のノービザ入国を受け入れているチェジュ島では、外国人観光客の急増とともに、外国人による性的暴行、殺人、強盗といった凶悪犯罪が急増している。チェジュ警察庁によると、島内で摘発された外国人犯罪者は、11年に121人だったが、昨年には3倍以上の393人に達した。このうち、殺人や強盗、強姦などを犯した凶悪犯は140人で、こちらも11年51人の 2.7 倍に増えている。チェジュ島におけるノービザ制度の導入は、無論観光客誘致が目的だが、これを悪用した不法滞在者が後を絶たないことが外国人犯罪急増の要因とみられる。人手の足りない島内の農家が不法滞在を知りつつ外国人を雇うといった例も少なくない。現在、チェジュ島の出入国管理業務は不法滞在者の増加に追いついておらず、職員一人が数百人の不法滞在者を管理している状態だという。この問題について、韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せた。不法移民には絶対反対。当然だよ。みんなが心配して予想していた通り、目の前の利益に目がくらんだ結果だ。ノービザをいつまで続けるの？犯罪者の誘致には成功したってことか。俺は11年前初めてチェジュ島を旅行して、とても気に入り、また行きたいと思った。7年前に再訪した時は、これなら東南アジアに行こうと思った。そして2年前のチェジュ島にはもう再訪する理由が見つからなくなっていた。チェジュ島は中国でもないが、もはや韓国でもない。チェジュ島はもう昔のチェジュ島じゃない。観光収入と犯罪を引き換えにしてしまったんだね。今になって後悔か。チェジュ島を守ろうじゃないか。国民が自国の中で外国人労働者や不法滞在者に気をつけなきゃいけないなんて、なんて国だ。